中国中央電子大電子文化センタービル火災は中国中央電子大本部ビルに付属する電子文化センタービルで起きた火災火災前のビル火災が発生した2009年2月9日当時旧本部ビルから約1 2キロメートル東にある新本部ビルは5月の完成に向けて建設中であった同日午後8時27分 新本部ビルから200メートルほど北側に隣接する、電子文化、センタービルで火災が発生。計54台もの消防車が出動し、消火に当たったが、火は6時間にわたって燃え続け、同ビルはほぼ全焼した。炎上中ビルの高層階では、何度も爆発音とともに、炎が上がった。また警察による付近の道路封鎖を受け、 大勢の人と車で、現場付近は一時困難に陥った。最終的に消防士一人が死亡し、7名が負傷した。電子文化、センタービルは、本部ビル同様に、レムコールハースが率いる建築事務所 OMA が設計したもので、地上30階建てで高さは159メートル。北京マンダリンオリエンタルホテルや劇場。 テレビ制作会社の事務所が入居する予定だった。花火が引火し全焼した、電子文化、センタービル火災後の電子文化、センタービル。右は、本部ビル直接の原因は、旧正月を祝う花火が屋上に置かれており、それに引火したことだった。打ち上げ花火がビルの屋上に落ち、出火したと伝えていた。消火に当たった、消防士は、 火災のあったビルの屋上で爆竹の残骸を発見したという。10日夕方、CCTV が責任を認め謝罪を行った。北京市警察当局は12日、CCTV 主任と花火製作会社社員12人の身柄を危険物により混乱を招いた容疑で拘束したことを明らかにした。2010年5月、危険物事件誘発罪で、 工事事務所主任が懲役7年となるなど21人に有罪判決が下りた。中国では2月9日は北京市で花火の使用が許される最終日の現小説で旧正月の元日から15日目にあたり市内ではあちこちで花火が打ち上げられていた。しかし CCTV 側と花火製作会社は 警察と消防の許可なしに使用できない、A 類と呼ばれる花火を無許可で使用していたという。中国のメディアは、火災を写真や動画付きではほとんど報じずその、代わりポータルサイト、新郎も、佐賀関常の、個人ブログや、動画投稿サイトの、ヨークなどを通して通行人が、デジタルカメラやカメラ付き携帯電話を使用して撮った、画像が出回った。 ネットでの反応は CCTV に対する皮肉や批判的な意見が大半を占めた。これは前年の番組偽装事件が背景にあった。ネット上に出回った画像は草泥馬をはじめ、なぜかゴジラやガンダムなどとコラージュされ、主に CCTV に対する皮肉という形で加工された。その後 CCTV も事実を認め謝罪、それ以後大々的に報道された。 ありがとうございます。